石橋学区からこんなでかいと思わなかったけどブレス申請が届きましたので開封してみます。赤いのイウイ5000です。ギタースタンドに今は設置しています。こういう形をしてまして、このタッチはこれタッチセンサーなので動きません。このキーはで、こういうのはちょっとネジを緩めてやるとこう動くというふうな構造になってます。そして裏がこのローラーで1オクターブ上げたり下げたりするというもんです。で、あと音色はちょっと分かりにくかったんですけど、これが切り替えのスイッチになってます。で、これがパワーのオンオフのスイッチなんですけど、これポンと押してやると、ここにランプがつきて、これがついてるときは電源が入っているということです。で、ここの小さいスイッチがワイヤレスと、ワイヤレスのオンオフになってまして、ワイヤレスで使うときはこれをオンにして、使わないときはオフにします。で、ここに、ヘッドホン、ワイヤレスをオフにしてヘッドホンをここに入れてやると、自分でヘッドホンを聞きながら練習することができます。これがワイヤレスの接続器で、こちらが出力側、こちらは電源です。電源を入れてやるともう UE の5000と自動的にペアリングできるようになっています。それで演奏するときはこのストラップを首にかけて、ここにフックがありますから、ここに引っ掛けて、で、左手はこのローラーの中央部を押さえてやって、右はこのアース板押さえて、上の3つと下の3つを押さえるというのが基本の形です。ちょっと吹いてみます。まあ、こういうふうな音が鳴ります。それで音色を変えるときは、ここアース板の上押さえてやるとインジケーターがつきますので、それの増減はこのスイッチ、押さえながら上げていくと番号が変わっていきます。例えば26番21番、これ覚えの音なんですけど、これで鳴らしてみます。これが半音上げる、こっちが下げるです。こういう感じですね。間違いやすいのはここのローラーで一応オクターブ上げたり下げたりしますので、横から見てるとちょっと見えないと思いますけど、同じ運指で、まあ、そう吹きますけど、そうでこのローラーを動かしてやることで1オクターブ上がったり下がったりしますので、1オクターブの切れ目の時にはこのローラーを動かしてやらなきゃいけないという、ちょっと今までの管楽器とは違う指使いが要求されます。これで練習して、まあ、いろんな曲を吹いてみたいと思います。